ドイツツーリングカー選手権は自動車レースの一カテゴリー。市販車をベースにしたツーリングカーで争われるドイツ独自のレース。ドイチェトーレンワゲンマイスターショフトは1984年から1995年までドイツ国内で開催された選手権。ドイツには欧州の主要な自動車メーカーが集積していることもあって毎年のように ドイツの自動車メーカー同士による激闘が繰り広げられ、そこに他国の自動車メーカーが殴り込みをかけてくる欧州、切手の熾烈なタイトル争いが繰り広げられるツーリングカー選手権として知られる。当初はグループ A 規定に沿った市販車をベースとした改造範囲の狭いレギュレーションの中で行われていたが、1993年シーズンから FIA のクラス1規定に基づき、 ベースマシンの大幅な改造が許されるようになった。4WD 化はもちろんのこと ABS トラクションコントロールなどハイテクデバイスを満載したマシンの迫力や独自のウェイトハンディキャップ性を導入するなどの要素がシリーズを盛り上げより下位置に近いツーリングカー選手権としてドイツ国内はもとより欧州を中心に世界中で絶大な人気を誇った。その絶大な人気ぶりから 1995年には FIA のテコ入れで DTM に習った国際ツーリングカー選手権が新設され DTM と並行して行われるようになる。1996年シーズンより DTM は i t c と統合し、引き続きメルセデス、アルファロメオ、オペルの3メーカーがワークスチームとして参戦した。しかし、 かつてのシルエットフォーミュラやプロトタイプ並みに専維化した結果、あまりのコスト急騰からメーカーの撤退が相次ぎ、同年限りで選手権は廃止となった。2007年シリーズ第2戦、オッシャースレーベン2007年4月2008年シリーズ、第1戦ホッケンファイムリンク2008年4月3年の休止期間を経て2000年より再開。 過去の行き過ぎた失敗に基づいて、第一期のようなワークスチーム同士による過度なコスト、高等競争に陥らないようにレギュレーションを改め、一方で大会を盛り上げるための様々な要素を取り入れ、名称も新たにドイチェ・トーレンワゲンマスターズとし、メーカー間の協力のもと復活した。2001年シーズンから、それまでの2レース制を廃止し、予選レース、決勝レース制に変更し、 独自のシリーズとして発展に努めている。2005年シーズンにはドイツ国内のほかベルギートルコオランダチェコの国外のサーキットも転戦した。新たなルール変更としてウェイトハンデ制があり1レース勝利すると勝利した車両のメーカーのその年度版の全車に対して1 0ラムのハンデがつくようになった。2006年シーズンはオペルの撤退以外にも予選方式が 昨年までのスーパーポールから、位一に順じた、ノックアウト方式へと変更された。2016年シーズンにはメルセデスが撤退。2019年のみ、アストン・マーチンが参戦したものの1年限りで撤退し、2020年シーズンを最後に、アウディも撤退を表明した。2020年11月6日、2021年に、向けて、グループ GT3 車両を、 メインカテゴリーとして導入するほか、グループ GT4 車両を導入する DTM トロフィー、かつてのレーシングカーで争われる DTM クラシック、e スポーツの要素を取り入れた DTM、e スポーツに関して発表されたほか、2023年より電動レーシングカーを導入する予定であることが発表された。以下は、第2期の概要についてもベル。第1期については、 旧ドイツツーリングカー選手権を参照のこと。旧 DTM に対し、コスト高騰を防ぐため様々な制限や、イコールコンディション化がされた。エンジンは、レース専用設計のエンジンを、シーズン開幕前に刻印された3機のみが、利用可能、リストリクターの装着が義務付けられ出力が制限、されている。ギアボックスは事前に承認を受けた、旧ランド製化 エクストラック製のどちらかのみが使え、駆動輪割リアのみ、ABS トラクションコントロールなどの電子デバイスの使用も禁止されている。車体は2004年から2011年のシーズンでは4、ドアに限定。2012年からは大幅に更新され、全参加車両共通のカーボンモノコックと交換フレームで構成した車子に衝突時に潰れるための要素と、 各メーカーの市販車のエクステリアをつけた車両となっており、シリーズ名こそ過去からの継続でツーレンバーゲンを名乗るが、実際の車両はシルエットタイプカーである。タイヤは基本的にワンメークで2010年まではダンロップが供給していたが、2011年によりハンコックタイヤに変更になった。その後、DTM は ハンコックタイヤとのタイヤ独占供給契約を2016年、さらに2023年まで延長することを決定している。2019年現在のタイヤは絶対的なフリップを求めていない仕様となっている。2000年のシリーズ発足当初からメルセデス、オペル、アウディというドイツを代表する3メーカーが参戦し激戦を繰り広げていた。2005年より MG ローバーが 新たに参戦する予定だったが、シーズン開幕直前に起こった同社の経営破綻により、結局参戦を取りやめている。またオペルも2005年限りで撤退し、2006年から2011年までの6年間は、メルセデス、アウディの2メーカーによる参戦が続いていた。1994年シーズンを最後に、DTM から撤退したかつての UBMW は、2007年に、 発表したスポーツカー BMWM3 セダンが DTM のレギュレーションに合致していたことからこの AM3 セダンを買って DTM へ復帰するのではないかと噂されていた。しかし、たびたび参戦を噂されながらもなかなか参戦に踏み切らないまま DTM のレギュレーションがグランド AM やスーパー GT と歩調を合わせる方向で変更され、 2012年シーズンより DTM の参加車両が再びにドアクーペに統一されることになった。これにより BMW は M3 ダンではなく M3 クーペを買って2012年シーズンから DTM に参戦することになった。2012年シーズン以降の DTM はメルセデス、BMW、アウディといったドイツを代表する自動車メーカーが 久方ぶりに揃い踏みした選手権となり、2012年は BMW が復帰初年度にしてドライバー、チーム、マニュファクチャラーの三冠を達成した。メーカー間の競争の激しさが政治性の強さにもつながっている。ダニエルジュンカデラはメルセデスがあらかじめチャンピオンにする一人を決めておき、残りはデータ取りやサポートに徹している内情を暴露した。 また BMW のマーティントムチェクも DTM から離れる理由としてあまりに政治的になりすぎたことを述べている。2018年限りでメルセデスが撤退するものの2019年からスイスの R モータースポーツがアストン・マーティン・バンテージで新たに DTM に参戦することになり3メーカー体制が維持された。しかしその R モータースポーツが参戦からわずか1年で まさかの撤退。さらに加えて、アウゲも2020年限りでの撤退を決定した。参戦、シャッシュ2012年シリーズエントリーモデルメルセデス、ベンツアウディオペル BMW アストンマーティンドイツを中心に選手権が行われるため、ドイツ人ドライバーが多く参加しており、中でもベルントシュナイダーは過去4回シリーズチャンピオンを獲得するなどの圧倒的な強さから、 ミスター d t m の異名を取っていた。またトップカテゴリーとしては珍しく女性ドライバーが参加している。ジャン・アレジ、ハインツ・ハラルド・フレンツ・エン、ミカ・ハッキネン、ラルフ・シューマッハ、デビッド・クルサードといった元会一ドライバーも会一引退後に参戦している。ちなみに、前述のベルント・シュナイダーも元会一ドライバーである。回一からの転向が多いのに対し、2010年チャンピオンの ポールディレスタや2015年チャンピオンのパスカルウェイレインのように、第一に転向する者も,もいる。日本からは2003年に金石勝友がシーズンフル参戦を果たしているが、マシンがメルセデスの前年型だったことなども影響してか、成績は振るわなかった。第一期 DTM が国際シリーズかとそれに伴う参戦、コスト高騰などによりシリーズ消滅に至ったという。 経緯から従来第2期 DTM は一応国際シリーズではあるもののあくまでドイツがメインの国際選手権という独自のスタンスを保持してきたが2010年代に入り主催者側ではこのスタンスを崩すような新たな施策をいくつも発表している。まず2010年10月には2012年から北米大陸でナスカー及びグランダムシリーズの主催者と共同で DTM のレギュレーションを使用したシリーズを開催すると発表した。同レースは基本的にナスカーやグランダムシリーズのサポートレースとして開催される予定とされたが実際にはシリーズ発足には至っておらず2015年のシリーズ発足を目指していた。日本のスーパー GT を主催する GT アソシエーションと技術規定の統一に向けた話し合いを行い、 2012年10月16日に2014年からスーパー GT GT500 クラスの技術規定を2012年の DTM の車両規定と基本的に同一のものにすることで契約を締結したことが発表された。これにより共通のモノコックやパーツを使用することでコストダウンが図れるようになるほか、両シリーズへの日本、ドイツの各メーカーの参戦が可能となり、 将来的には両シリーズの交流戦も可能となる。当面、エンジン、タイヤなど、一部規定が異なる部分も残されるが、2017年に、規定を、クラス1の名で完全統合する予定とした。2019年シーズンにより、DTM もエンジンを、スーパー GT と同一の2リットル時家4ターボとする、ことを正式に発表し、2017年10月13日14日の、 DTM ドイツツーリングカー選手権最終戦、ホッケンハイムでは、GT500 車両が、同年11月11日12日のスーパー、GT 最終戦モテギでは、DTM 車両が、デモ走行を行った。2019年10月6日、公式戦でもある、DTM 最終戦ホッケンハイムリンクに、GT500 の3メーカーのテスト車両が、 DTM のレースへの参戦を果たした。同年の11月23日24日に、富士スピードウェイで、GT500 車両15台と DTM 車両7台の、計22台によって交流戦が行われた。こちらはあくまでも、ジョイントイベントなので、DTM 及び、スーパー GT のランキング争いには関係ない。しかし2019年から2020年にかけて、 DTM のマニュファクチャラー離脱が相次ぎ GT3 規定へと移行したため、クラス1規定の知的財産権はスーパー GT へ譲渡される見込みである。このため統一戦は2019年のみに止まっている。DTM2023 年の電動レーシングカー導入を目指し、デモカーをお披露目。オートスポートウェブ2020年11月7日閲覧。 h t t p コロンススララッッシシュュ w w w f o u r t i d e c o m スラッシュニューススラッシュパブリッシュスラッシュモータースポーツニュースアーティークル7604 shtmlhatdtm 今期限りでダンロップタイヤとの契約を終えるオートスポーツ2010年11月20日ドイツ dtm にワンメイクタイヤ供給決定 ハンコックタイヤ2011年2月28日。ハンコック DTM へのタイヤ供給契約を2016年まで延長。ハンコック2023年まで DTM へのタイヤ供給契約を延長。自動車春秋車。2019年12月29日閲覧。レーシングドライバー木下隆行の車連載コラム。トヨタ自動車。 2019年12月29日閲覧。BMWM3 に DTM レーサー、第1号車を公開ダッシュ RESPONSE.JP2012 年2月3日、金丸 U ヨーロッパ UU、レーシングライフ第6回パートに DTM に、衝撃。メルセデスが2018年限りでの活動終了を、正式発表。FE2、スイッチ。 オートスポーツ2017年7月25日、DTM、R モータースポーツが2019年から、アストン・マーチンでの参戦を正式表明。オートスポーツ2018年10月12日、DTM にまたも衝撃。アストン・マーチン仕様の R モータースポーツが1年での、DTM 活動終了を発表。オートスポーツ2020年1月24日どう、なる DTM? アウディが2020年限りの DTM、ドイツツーリングカー選手権の活動終了を発表、オートスポーツ2020年4月28日、DTM、グランダムナスカーと協力し、北米 DTM 開催を正式発表ダッシュ AS ダッシュ WEB.JP2010 年10月17日、DTM、グランダムと合意。北米で、 DTM レース開催へ引くオートスポーツ2013年3月27日スーパー GT DTM との車両規則統一に向け契約締結オートスポーツ2012年10月16日サージェント DTM 北米 DTM17 年に規則完全統合へ引くオートスポーツ2013年7月13日第3回ステアリングコミッティ日米王の新規低迷 クラス1号位。DTM も時期オンターボにスーパー。GT 公式サイト2014年9月30日。DTM のグリッドガールは今後も継続。今期は露出源のコスチューム化。オートスポーツ2018年3月17日。閲覧。ありがとうございます。